ギャーみたいな感じがストラトっぽいなっていう感じがしますね。この D はもう死ぬほど弾いてると思うんで、これを弾く技術を忘れようがないですよね。これに似たような運指の曲って一曲もないんで、ビーズの中に。CD とか本人がこうやってるからとかっていうよりかは、コピーする側として弾きやすいみたいな。テラーニチャンネル、よろしくお願いします。不次元のストラットを視聴者さんからもらいましたよと。この15万円ぐらいするギターで。リクエストがね、書き込まれてきてるんで、順番に弾いていきたいなと思いますけれども、ゼロのオープニング。うん。イントロっていうことでいいのかな？まあまあ悪くないというか、ゼロにはなんかね、元ネタみたいなものがあるとされていて、もうちょっと古い音楽を想起させるような音になるなっていう感じですね。バッドコミュニケーション聞きたいですとね。今んとことかもう松本さんストラトで弾いてたんじゃないのっていう。タック DC で弾いてますよね、多分ね。俺が昔コピー動画上げたバッドコミュニケーション2008みたいなやつは。高評価よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。タイムがいいかな。タイムいいかもな。うん、 B メロとかでもこういうシングルで弾いたらかっこいいかもな。バキッとした感じで。みたいな感じがストラトっぽいなっていう感じがしますね。 Thinking of You のアルペジオも弾いてほしいですと。どうなんでしたっけ。これはいいですね。歪み足りない感じと分離、いい方向にすごく働きますね。歪みアルペジオものは。これなんかコーラスなんかかけちゃったりなんかして。めっちゃいいですね。コーラスのノリもいいっていうか。高評価よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。衝動ワンコーラスお願いしますってことでね。衝動ワンコーラス。
チャン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 。俺あんまりレスポールで弾いてる時とかもバッキングだから歪みを抑えようとか全くしてないんですけど、この歪みが抑えられてしまってる感じがストラトで、なんか A メロとかはすごい合う感じしましたね。もっくんさんね、衝動の続きね、サビはあれどうだったかな、これなんかサビ前ではどっちでやってるか全然わからないんですけど、どっちでやってても音一緒なんで、ソロ終わりのところでジャーンジャーンツツツチャスツチャーカッティングになってるんですよ。ってことはこっちじゃ厳しいかなっていうことで、もともとこっちでやってていいかなっていうのと、ソロ終わりのとこでも使ってます。というような感じですね、うん、こっから急にパッて持ち替えるにはこっちよりもこっちの方がやっぱみんな得意なんで、ギタリストはこの D はもう死ぬほど弾いてると思うんで、どんなことをやってる人たちも、うん、弾きやすさを追い求めた運指というかねになってますね。 CD とか本人がこうやってるからとかっていうよりかは、コピーする側として弾きやすいみたいなことをまあ教えていきたいなっていう感じは俺はありましたね。その話とちょっと通じるんですけど、寺西さんレベルの方が特定の曲を全く弾かなくなったとしたらどのぐらいの期間で弾き方を忘れちゃうもんなんでしょうかっていう質問が来てますけど、今みたいなことが関係してます。別に何の曲練習してなくてもオープンの D とかそのサス4とかっていろんな曲で使うんで、これを弾く技術を忘れようがないですよね。ギターを弾いてる限りはその曲を弾いてなかったとしても、逆にこのその曲でしか使わないよねっていう、そのウルトラソウルのイントロみたいなフレーズだと全然弾かなかったら忘れちゃうんじゃないかな多分。これに似たような運指の曲って一曲もないんで、ビーズの中に。逆にもうペンタトニックバリバリみたいなフレーズ、イッツショータイムみたいなやつもあるし、みたいな感じで、こっちはギターフレーズで、ウルトラソウルのやつはもうちゃんとメロディーを作曲してますっていうような感じがしますね、うん。